映画はあの昔に拝見していたんですけどもこの機会に改めて小説を読ませていただいてそのんというか最初に思ったのはすごくこうすねすごく小説がそのレッドという人の語り口で書かれているもので派手ではないけれどもすごく演劇的になりうる可能性のある作品なんだなということを思ってあの 楽ししみだなと思いました最初にあの第1項と申しますか読ませていただいた時に、えー、映画で思っていたそういう映画を見終わった時に感じた「正真君の空に」という言葉のイメージといいますかこう突き抜けていくような自由を手に入れるというそういう印象っていうのがこの本を読んですごくまたやはり再度感じてこれは読み物としても非常に面白いものなんだなっていうふうに 改めて思ったんですけれども、最後その空,空に向けてこうなんか晴れ晴れ,晴れ,晴れとこうするというようなそういう印象といいますかそれがすごくこうやはりこれは見た方も感じるのではないかなと、えー、面白い映画は多分あのどなたが言ったかなあの 面白い演劇だったらそっちのが力があるというふうに聞いたことあるんですけれども多分そうなるのではないかなっていう予感を感じながら読みました演劇なりの手法のあのー、カタルシスの持っていき方そういうものってなんかと,とにかくその演劇の舞台の強みっていうのをいっぱい、あのー、出すことであ この映画が好きで足を運んでくださる方とかにもあのこういう見せ方があるのかとかあとやはり先ほど松岡さんがおっしゃってくださったどなたが言ったか僕もわからないですけどもやっぱり演劇の豊かさっていうものはその小説や映画とまた違う種類のものではあるけどもとってもあの素敵なものなので。映画を見たことある方にはあの 見たことないシーンがいっぱい出てくると思いますんで <laughs> それ全部見どころになるんじゃないかと思いますが、えっと、でも全て何、えっと、て言うんでしょう通底しているものは同じで、えー、映画もで今僕が書いているものも全て、えー、原作に書かれているものを そう受け取った結果こうなる,なるよねっていうことなのでこのそのでそれをしかもえっと改めて映像ではなくて板にその舞台に載せるというところでいくつかあのひねり出したアイディアがありますのでそこはすべて見どころだと思います。多分 って思思うと思います <laughs> この「ショーシャンクの空に」っていうものを舞台化した時にあの本当にさっきスペクタクルでないと言いましたけどすごくドラマチックな展開だったりあの何というか過激な 3D アクションがあるわけじゃない中でその本当に想像に委ねていくっていうのはレッドが一人で語っている物語だっていうことにも通じるわけですけど。 お客さんの想像の余地っていうものがすごくたくさんあのある作品なんじゃないのかなっていう気がしてるんですね。実演といいますか、あの生身の人間がこう舞台の上でその物語を紡ぐといいますか、それに優るこのいわゆるスペクタクルといいますかね、そういうのはないんじゃないかと。ですから特にこの芝居そういうふうに物語としてじっくりという部分はもちろんあるんですけれども。 お客さんが客席でこう背中を落ち着いて見られないような芝居になると小説や映画では絶対に絶対にってことはないですけど、まあ、多分選ばなかったであろう選択肢を演じる人々にやってもらおうと思っているのでそのそうあこれを人がやるんだっていうところにあの舞台の。 強みみ面白みがあると思います映画の上映開しといた方が良かったねみたいなことをやっても我々仕方ないのでだからあの演劇初めて見るこれを機会に原作好きな人でも劇場に足を運んでくださるお客さんもいらっしゃると思いますしそういうお客さんに「ショーシャンク」っていう作品の素敵さと同じぐらいやっぱその舞台っていうものの面白さとか豊かさみたいなものを 伝えられるような作品にすることが勝ち目だと思ってますよ。は